どうもー皆さんね、今日はねどういう雑談かというと、総再生回数3万回突破雑談ね、パツ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 ってことで、わ、チャンネル登録者169人になってる、やったー。さっきまで168人だったのに、あ、168人でテンション下がるなーって思ったら、あれ、な、168人になってる。あ、でも表示は169人だ。なんだ、クリエイターツールのプライベートメッセージ送信の機能ができなくなるらしい。あ、だからね、YouTube でなんかまあメッセージ送ることできなくなるよってやつね。じゃあやってみるか。トーミーガー、それトミーガーにハマってるんですよね。あ、ゲロ出そうだった。なんでね、まあ僕のもう一個のアカウントに一応そのね、できなくなるらしいので、メッセージ送ってます。うんちって送ります。一応うんちって送信します。はい、うんちって送りました。どんな感じかな。うんちって送りましたね。なんか届いてないっぽいな、うんちってやったけど、うん、届いてないですね。メッセージ受け取ってませんでした。残念でした。はい、うんちって送りましたけど、まあまあフィルタリングかかっちゃったのかな。うんちフィルタリングにかかったのかな、うん、いいや、じゃあハローでいいや。ハローってハローって返しといた。もうこれ自分同士のやりとりなんで全然大丈夫です。トーミガークソですね。はい、うんちです。うんちでした、本当に。いやーね、さっき俺ねリハーサルしてたんですよ。前、意味のわからないリハーサルって言葉、まあ、俺が作ったんです。まあ、リハーサルしててね、トーミガー、あまよーさらば私に、ねね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 、トミーが、
トーミガもう普通にツイッター見てましたね。トーミガーあーどんわわどんわわわどんわわどん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 すごい危険すぎるスマホ依存、長文読めず言語能力が2歳児レベルに。まともに喋ってねえな。なんでね、はい、ね、今からデブ講座します。ね、もし皆さんまだね、まあ、デブって言われたら、まあ言われたくないですよね。じゃあどうします？デブって言わないでよって言うじゃん。じゃあ事実だろうって言ってくるじゃん。そうしたらね、こうやってください。2発殴ってやってください。おい、いきなりなんだよって。ね、デブって言わなかったら殴らないよみたいなこと言ってやってください。いや本当に、いやそういうことだと思うんですよね。いや事実だからって言っても嫌がってるわけじゃないですか。それくらいのことですから本当にね。事実だよって言ってね。うん、いやーでもね、俺デブ的見解からすると、好きで太ってるわけじゃないんですよ。でもね、好きで食べてるんですよ。で好きで運動してないんですよ。こうなるとなぜか太ってしまうんですよ。マジ、意味わかんねえね。宇宙の真理って。本当に。俺は好きで運動したくないし、好きで食べてるのになぜか太っちゃう。好きなことしてんのに。なんでだよ。いや、怒るとこそこっていうね。まあもう俺散歩やめたね。まあやめたわけじゃないけど。散歩もサボってます、2日。俺筋トレもやってないです。やっぱダメですね。うん。9日坊主くらい、9回坊主くらいで終わった。1ヶ月ギリギリできてなかった筋トレも。トーミガー、トミ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  J だよ。なんでそれ、トミトミ J だよって。俺を怒らせる気か。
許さねえ。お前は絶対に許さねえぜ。トミガ、トミガ、トミガ。パパラレヤ、パパパ。あ、ギリギリ1ヶ月か1ヶ月できてないね。トミガ。楽器紹介。楽器見つからないでくれよ。楽器見つかったら服はめになるんだからな。見つからないよ絶対楽器。いや本当に見つかんないのかい、ね、びっくりした。本当に楽器が見つかんない。ウェン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 ツエイジウェンツエイジエイジウェンツ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 エイジエイジウェンツ。やめようこのボケ、つまんないから。ウェンツエイジウェンツエイジ。あった、こうブルースハープね、買ったんすよ。楽しいですね、ハープは。楽しい。いやーやばいなこのボケは、意味が分かんないもんな。しーって言ってけばいいのに、2個重ねて。ほらこれ、これなんだろうな、こうやって引っ掛けるやつね。こう引っ掛けて引っ掛けて下にも引っ掛けられるよってやつね。やばいな今日、すこぶる絶不調だな、絶不調。いや、つまんないな。あー、もうダメだ。もう寝るしかない、今日は。おやすみなさーい。いやー。あー、ニート極めてまーす。ニートも極めたらなんか、金くれねえかな、ニート極めたら。うん、ニート極めよ。クズ極めよ。あーでもクズは極められないんだよな、どこまで行っても。俺もなんかちょうどいいクズになり下がってるんだよな。もっとクズになんなきゃ。いやでもそれはいいや。あー仕事したくない、仕事したくないからしない。人のマジで簡単に言えばさ、毎月50万人くらいの人に1円くれよって言ったら、俺月50万円で生きていけんでしょ。やった頑張ろ。50万人の人に1円をくれる、なんか乞食になりて。ああもう乞食だ。みんなが頑張って稼いだ金をかすめ取って生活する。乞食、乞食業。トミーが50万ってすごいな。かっ飛ばせ乞食、すねをかじり尽くせニート、ニート、ニートっていいな。いやーマジで何もしないで50万欲しいわ、月に。毎秒50万欲しい。
何もしなくても。で、なんか何もしないで適当に貯金して、うん、ね、意味のもなく貯金しよう。トーミガーン、ベーシックインカム月に50万円くれねえかな、マジで。大トロ祭り、スシローがやる大トロ祭り的なノリで、なんかもうベーシックインカムで月50万くれねえかな。月50万くれ、おくれ今。うんちブリ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 、うんちうんちブリ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 、うんちでんど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 ん6.5E13 まあなんだ 6.5E13 だとなんだ65兆円くらいかな。あ、65兆円か 6.5 兆円か、いや65兆円くらいなんだよな、いわば。ちょっと画面ロック解除して横画面で出るかな。はい、出た。万億、はい、65兆円余裕じゃん。65兆円月か、一月に65兆円吹っ飛ぶんか、余裕じゃん。いやーマジで政治家がなんかさ、不当に使ってる金全部なんかベーシックインカムとかにしてほしいよね。なんかみんながさ、そのなんだ、脱税してるお金をさ、しっかり払ってさ、ベーシックインカムダメだな、ベーシック。いやもう俺になんかな、世界一無駄にできる自信がある。俺はそんな無駄になんないよ。俺が使ったところ、そこまで無駄にはならない。なんだろうな、無駄極めてみるか。50万円どうやって無駄にするか。捨てるか。うん。うん。ケツ紙にするか。うん、でも意外に利用価値ができてしまってな。利用してる時点でね、でもそこら辺にポンと置いとけ。いいんだ。それが一番の無駄だ。無が一番の無駄。やば、今えへへって咳込んでるノリで、あのブリってなんかもう出そうになった。あ、例のあいつが、やつが出そうになった、ケツから。ということでね、幕末志士の PUBG 見たくなったんでやめます。